ハマナスはバラかバラ族の落葉低木。夏に赤い花を咲かせる。根は染料などに、花はお茶などに、果実はローズヒップとして食用になる。万華の季語。皇后、政子のおしるしである。別名、浜梨とも呼ばれている。和名浜ナスの語源は、浜に生え、熟した果実が甘酸っぱいので、梨に例えて浜梨という名が付けられ。 それが転化したとする、牧野富太郎が唱えた説が、通説になっている。しかし、江戸時代の徘徊祭時期、滑稽雑談には、書生のナスのごとし、また職に耐えたり、ゆえに、はまなすというとあり、また、幕末本像学者である、おのらん山の講義録、山と本像非正には、実は、幅7、8分こなすのごとし、ゆえに浜ナスというとありまた幕末本像学者である小野蘭山の講義録山と本像非正には実は幅7八分小のこなすのごとしゆえに浜ナスというとありいずれも、 果実を書生もしくは小型のナスに見立てて、ハマナスと名付けたとしている。しかし、漢字でナスの字が使われているが、ハマナスはナスとはどこも似ていないという指摘もなされている。中国植物名はハマナス。アイヌ語では果実を舞う木の部分をマウニと呼ぶ。ハマナスの花言葉は旅の楽しさである。東アジアから東北アジアの温帯から冷帯にかけて分布する。 サハリン、千島列島のほか、日本では北海道に多く、本州の太平洋側は茨城県、日本海側は島根県を南限として浜辺に分布する。石狩海岸、オホーツクの原生花の、野付半島に大群落が見られる。主に海岸の砂地に自生する。本州の日本海岸よりも太平洋岸の分布域が狭いのは、主に砂浜。 砂丘植物であるから太平洋側に生える場所が少ないことがその理由とされる。公園やには街路にも植えられ観賞用に栽培もされている。現在では浜に自生する野生のものは少なくなり、園芸用に品種改良されたものが育てられている。1から1.5メートルに成長する落葉低木。地下茎を伸ばして群生する。海岸ではやや匍匐性で、 高さは1メートルほどの低幹木であるが、内陸では高さ2メートルになる。幹は創生して、茎は枝分かれして立ち上がり、樹皮は、開国色から次第に灰色になり、短い難毛と、まっすぐな大小の差しが密生する。葉は、奇数羽状複葉で五成し、小葉は楕円型で、長さ2から4センチメートル、通常3体、5枚から9枚付き。 傭兵には半ば豪着した大きな卓葉がある。葉脈に沿って盲状にへこみがつき、裏面に突出しており、肺に巨子がある。葉芯は厚く、針がついている。全体に細かい毛や棘が多い理由は、潮風による塩分の付着を防いで生きていくための進化だと考えられている。花器は初夏から夏で枝先に1から3個ほど、格子色の五弁花を咲かせ、 甘い方向がある。花は、計5から8センチメートルあり、花びらの先端に少し凹みがあり、中心は、おしべは、多数付き、野生のバラとしては、大輪で、2から3日で枯れる。柿は8から10月に結実し、果実は、計は2から3センチメートルの変球形で、赤色、通常は、無毛で稀に小さな刺しがあり、弱い甘みと酸味がある。果実の中には、 種子が多く含まれている。糖芽は個性し、茎の棘の間について赤く目立ち、長芽は円錐型で大きく、側芽は卵型で5から7枚のガリンに覆われている。落葉後の葉根は上を向いた浅い有字型で遺ンタバコンが3個見える。バラの一種であり、園芸バラの品種改良に用いられる。ヨーロッパに渡った浜ナスから多くの園芸品種が作出されている。 北米では観賞用に栽培されるほか、ニューイングランド地方沿岸に帰化している。イザヨイと呼ばれる園芸品種は、八重化したものである。変種で、中国産のヤ重ザキで茎の差しが、やや少ないのが、毎回で栽培されている。のイバラとの自然交雑種に小浜ナスがある。このほか、白花浜ナス、ヤエ浜ナス、白花ヤエ浜ナスなどの品種がある。 バラの品種改良に使用された原種の一つで、ハマナスを後輩の親に使用した品種群をルゴザ系という。繁殖は株分けによって行われ、秋に前年計の地下根形部を分割する。日本では庭に使われることはほとんどないが、ヨーロッパでは生垣に使われている庭園がいくつも見られる。花は香りが強く香水の原料にする。花には生意を含み、 主な成分はゲラニオールで、その他、シトロネロール、ノニルアルデヒド、シトラール、リナロール、フェニルエチルアルコールなどである。これらの精油は、塩水中枢を刺激して、血流を促し、血管拡張などの作用があると言われている。かつてハマナスの花から香油が採取され、北海道では、八重咲きのハマナスを栽培して、採取効率を高めることも行われてきたが、 ブルガリア産の輸入が増えて、日本のハマナスコウ油の採取は廃れた。果実は、ビタミン C を豊富に含み、色素の元になっているカロテン、ピロガロール、タンニンを含み、カロテンは体内でビタミン A に変化するため、果実の生殖は、滋養競争にも役立つ。また生殖のほか薬用酒、ジャムにもするほか、お茶にする。 喉飴など菓子に配合されることも多いが、どういう理由によるものかその場合、緑色の色付けがされることが多い。中国茶には、花のつぼみを乾燥させてお茶として飲む、媒介茶もある。咲いた花を摘み取り、風通しの良いところで陰干ししたものは生薬になり、媒介と称される。漢方では6から8月に採取して、天日乾燥した辛いは、媒介家と呼ばれ。 80先の種の辛いも通常のハマナスと成分が同じで同様に取り扱われている。媒介花にはイライラを沈めたり、気の流れや血の流れを良くする作用があると言われる。ストレスによる胃痛や減り、月経不順によく使われ、通常は熱湯を注いでお茶として飲まれる。民間療法では、イサム味、強臭、抗炎症薬として月経不順、リウマチ、 打撲にお茶にして飲まれたり、完熟前の投稿色の果実を使って35度の焼酎に3ヶ月つけて果実酒にして初期あたり、低血圧、不眠症、治療保険、疲労回復、疲え症などに就寝前に杯一杯程度を飲用に用いられる。アイヌの間では腎臓の薬として知られ、むくみの解消に悩みを煎じたものを飲んでいた。また、 ビタミン C の豊富さから美容面での効果も期待される。ハマナスの花を石油エーテルで抽出し、アルコール処理して得られる精油は、フェネチルアルコール、ゲラニオール、シトロネロール、リナロール、ベンジルアルコール、シトラールなどを含み、芳香を持つ。ハマナス油は、ダマスクローズオイルの代用品として化粧品などに用いられるが、ハマナス自体から感じる芳香は、歯から生じる。 セスキテルルルペンアルコールも寄与する日本においては、浜ナスは、北海道エリモ岬や東北地方の海岸部、天の橋立てなどが名所として知られる。鳥取県には、浜ナス自生南原地帯がある。茨城県に、潮彩浜ナス公園がある。北海道の花に指定されている。北海道の海岸線は全て浜ナスで飾られており、分布の中心域であることが、 どうな指定の理由だと言われている。不活は、現代流通している、ナスの多くは長卵系を想像しがちだが、本蔵項目啓模の解説を見ると、昔は、扁平な丸型のものを好んで栽培していたようで、あるので、常識では、おかしいという、浜ナス説も、江戸時代当時としては至極当然な発想だったと、解説している。ありがとうございます。